前回楽シーン、ハロウィンターンをクリアした後、楽シーン編がありまして、楽シーン編をクリアしたところまでで、終わったと思うので、次の回にね、進んでいこうと思います。だんだんと、記憶を、取り戻してるようで、どんどん別の記憶にすり替えられてるような状況なんですけれど。負けたふりも疲れちゃうわね。そうか、割とヤバかったように見えたけどな。何言ってるのよ、あんたの目節穴じゃないの。無様なものだビクセン。あの程度の存在に追い詰められるとは情けない。機関の辛い思いしめ。何のようだビクセン、あんたの持ち場は地面の下だろう。手助けに来てやったのだ。お前たちは空を高く飼っているようだが、果たしてそれほどの存在かな。本当に価値があるのか見極めるには実験が必要だ。あんたらしいわね。要するに実験しないと気が済まないってわけでしょ。本能だよ、科学者としてのな。別に構わねえけどよ、あんた空を試すついでに自分のしもべも試す気だろ。しもべ？研究成果と言ってもらおう。おもちゃの間違いでしょ。理解できるものがほざくな。まあいい、せっかく来ていただいたんだ、あんたにも楽しんでもらおう。先輩へのプレゼントだ。そいつを使えばもっと楽しい見せ物になる。シャワー待ってよ。急いでくれ、ナミネが捕まってるんだ、早く助けなきゃ。そろったら随分焦ってるね。そう早いよ、やっと思い出した人が捕まってるじゃん。そうだね、僕たちだって王様が悪者に捕まってるって聞いたら焦っちゃうよね。なかなかね、ちょっといろいろと。はっ、ナミネに捕まって、よっ捕まって表現で、その辺ちょっと、アトランティスのホローバスティの最後は、100エーカーの森の、ホローバチューンで100エーカーの森なんで、アトランティカ。アリエルに会いに行こう。どうして生きがっているのか、もう自分でも向こうが暗くなるの、まるで風景みたいだ。お茶中にね、反応がほら何か降りてくるよ。変身してなかったっけ。あれ、もうトライデント持ってる。いや、私やったことは今話さないで。どういうこと。もうせっかしからしてるからね、黙っていてね。今隠してるの。もうね、まあ、で黙っててね。微妙になんか、うわさに何か出る、出る店でも何か持ってたよな。さあ何だったんだろう。だから、アースラに、トライデントを、奪ってこいじゃないけど、で、お父さんが持ってるのを、
き出しちゃうって言って、はっ、よっ、やっ、サバス、しなきゃいけないから、じゃあ干渉をこの世界に炎よ、こうやって炎よ、ならなきゃいけない、炎よ、炎よ、炎よ、ちゃんとこれそうですね、そういう特徴になってくる、これ炎よ、グーディー、あの、出来だったな、出来ないな、でも実際こうやってるってことは別にこの世界では平気なんだろうね、はっ、初めて手に入れた。普通に出るんだな。こういうあれで。炎よ。炎よ。これ。思いっきりまとめて。あれカードは落ちなかったのか。一緒に入れるのもったいないですけど、ちょっともう少し、マジックカードアップさせるか。だからか。
どうかしたのか。アトランティカを持ってきたマフレアリトライデントが盗まれてしまったんだ。マフレアリアリエルまで行方不明。マイトリトンは心を痛めてしまって、しまった。アリエルが行方不明。アリエルの親友のプランダーなら何か知ってると思ったんだが、彼は何もいない。行方不明っていうか、ちょっと。今日合わせてたこれ、それが大事に持ってたっけ。サリーのこっちも大事じゃないか。そうかもしれないね。わっわっ、とりあえず、何か見えるってこと。そうと決まったわけじゃないが、まあ、アリエル、今これどこにいるなら、どうか無事でいておくれ。教育係の私はしっかりしていれば、なんこんなことならなかったのに。いや、じゃあ口うるさくしてくださいで家出してしまったのかも。なんてこと、なんてことだ。トライデントを盗んだら、気絶しそうだな。調べてみようよ。ということで、さっきのところか。逆にいらないやつはもう捨てちゃう方がいいのか。か、4。せっかくだから、せっかくありますし、おすし。消費でしたし、さあ、カードをいただきます。3枚入れました。モーグル、うわ、すっげえちゃんと厳かな感じ。足がついてるキャラがいっぱいいるところだったら、これ使うと一気にいろんな敵に仕掛けられそうだ。うわー、一番高め、マジ。そんなの守られしたから、敵が守ってるからいい宝がありそう。よし、どういうことなんですか。デジタルプレイストップ、ストップはまだ手に入れてないよ。ワールドマップ、ワールドカード、ワールドカード、カードがいっぱいになっちゃう。なるべく消費購入者にしたいと楽になって、まずね、落ちされた。
ここ何人ここ5か気抜けたから僕一番高いんだ。あ、違った。そうだ、これだよ。もう、これだよ。で、とりあえず敵は悪魔でした。でかいな。でかいけど持ってるカードもないし、ね、なるべく消費せずに、マウンドマップ消費して手に入れたくないんで、私が捕らえてると思ってたせいでパパがこんなことは分かっていたのに、やっぱり犯人はアリエルだ。今誰か来るよ。悩む必要はないわけで、お前は正しいことをした。アースラ。多少の犠牲は仕方ないのさ。いなくなった親友を探すためにはね。親友がいなくなったの。あ、フランダー。お前の親友のフランダーは外の世界に放り出されてしまった。そういう話になった、なってる。僕は危険がいっぱいだ。一緒に助けに行かないと。かわいそうなフランダーは。なんで私はトライデンということなんて言わないよ。少し借りるだけでいいのさ。ちょっと私に貸すだけで、お前はフランダーを守れるんだよ。わかってる。いや、トライデンとアトランティカは宝なの。もう少し考えさせて。私は構わないけどね、お前がもたもたしてる間にフランダーに危険が迫るってことを忘れるんじゃないよ。ケイシャが来たら私のところまで追っておいで。どうしよう。怪しいと思うな、俺は。あなたたち聞いていたの？へへ、ごめん。さっきの話だけど僕も怪しいと思うよ。あのアーシャっていかにも悪巧みしてますって顔つきだもの。まあ、私と同じ考えね。だけど、行方不明になったフランダーを追って、フランダーの手がかりはどこにもなくて、誰らとアーサラしかいないの。俺たちはダメかな。一緒にアーサラに会いに行こう。何があっても一人で行くより安心だろ。本当？本当なの？ああ、友達を助けたいって気持ちは俺も同じだからさ。おお。いいね。あー、これでアリエルのフレンドカードが手に入った。はい、ちょっと、よっ、カードを消費するターンになりますので、ちょっとカットします。はい、ということで、いろいろ、マップカードを消費しつつ、まあいろいろレベルアップだったり、という感じを、動画外でやりまして、残り、この
最後との、まあ、アースラとの戦いだけになりますので、早速、アースラの気持ちがいいです。入りまーす。随分と大勢じゃないか。でもここにいたってことはトライデントを渡す気になったね。そうよ。でも渡す前に証拠を見せて。あなたはトライデントを渡せばフランダー守れると言ったわ。その証拠を見せて。お安いご容赦。ほら、アリエル、やっぱり悪だけにしてますだ。さあトライデントをよこし、そうすればフランダーを返してやるよ。ははは、ついに手に入れたよ。私は海の女王だ。アスラ、フランダーを返して。いいだ、私は気前がいいんだ。そうそう、ついでだ。お前は外の世界に行きたがっていたね。だから連れて行ってやろう。ただし、お前たちが行くのは囚われ者の世界だけど。どこまで通用するか。あ、待って、デッキ組み替えてくるの忘れたかもしれない。組み替えたのにセットしてきてないかもしれない。やべ、またやった。炎よ、仕込んでおしまい。炎よ、やっぱりデッキ組み替えよ。当たる、当たるんだ。よっしゃー、やったー。よし、はあ、意外と
努力してなんとかなった。よしよし。なさいアリエル、ごめんなさいアリエル、僕はアーサーに騙されて捕まっていいの、フランダが別にそれでいいの、あとこのドライデンと返せば源通りになる、パパも元気になってくれるわ。でも大騒ぎになってるよな、アリエルが持ち出したってバレたらパパとセバスチャンに叱られてしまうわね。おいアリエル、どこにいるんですか。ねえ、ですから返事をしてください。セバスチャンのはこのところまで探しに来てくれたのね。見つかったら叱られちゃうね。あ、いいこと考えた、トライデントはアーサーに盗まれたってことにしたいわ。で、アリエルが一人取り返したんだ。それなら叱られなくて済むよ。まあ、私と同じ考えね。でもやめておくわ。今度の事件で私はたくさん間違ったことをしてしまったわ。じゃあ叱られるのは嫌よ。でも気づいたの。嘘をつくのはもっと嫌。フランダを助けたくて、トライデントを持ち出したのは間違ったことだったわ。でも助けたいって気持ちは本当だった。でも誰かのせいにしたら、そんな大切な気持ちまで嘘になってしまう気がするの。だから本当のことを話すわ。そうともそら嘘をつくのは良くないことだ。冗談だよ冗談。ああ、なんで俺が叱られるんだ。はい、ということで、なんとかね、またデッキを組み替えたのにセットし忘れたから逆に勝ったみたいなね、ということもありますよ。これあれかな、また今度は、あ、陸レプリカとの戦いもあんのかな。リク、お前もここにいたのか。お前もだって。まるで俺のことなんてついでに探していたみたいな言い方だな。え、そんなつもりじゃ。言い訳はよせよ。本当は俺のことなんて忘れかけてたんだろ。そんなわけないだろ。俺リクを探してここまで来たんだぞ。でも今は違うよな。今のお前はただナミネに会いたがってるだけだ。俺のことなんてどうでもよくなってるんだろ。それにナミネの気持ちも。ナミネの？やっぱりそうか。何にも考えてなかったんだな。お前はナミネに会いたがってる。でもナミネも同じとは限らない。ナミネの方はお前の顔なんて見たくないってことさ。どうして？理由はお前の記憶に聞けよ。なぜナミネが島から姿を消したか覚えていたらわかるはずだ。俺が何かしたのか？そのせいなのか？リク、帰れよソラ。ナミネは俺が守る。ナミネに近づくやつは俺の敵だ。何考えてるんだよ。俺たちやっと会えたのに。なあソラ、俺の気持ちも考えてなかったろ。お前の顔を見たくないのはナミネだけじゃない。俺もさ。リク、やめろ。顔も見たくないけど、さっそうと空の前に現れるリクというツンデレ。炎よ、体力多いな。Yeah!
逃げてるだけやないかい。マジかよ。これで勝てちゃうみたいな。魔法ストックのご利用しでなんとかなった。トルネド。エアロ。カッコつけといて負けちゃうリグっていう。買うんでないのは、それでリコ追いかけよう。ルビーの前行く何があったんだろうということで、お察しの通り、あれリグはリグじゃないんですけど、前回のビクセンの。前回なのか、今回なのかわかんないけど、ビクセンの、セリフに、ね、ヒントがあった通り、陸、これ、多分、空編クリアすると使えるのは陸編もあって、陸もこの城に本当に迷い込んではいるんだけど、陸のデータを使って、作られた陸レプリカってやつなんで、厳密に言えば陸じゃないんですけど、空からしたらね、そんな、それどころじゃないから、陸に本当にあんなこと言われちまったなぁ、みたいな。ワンの時の陸が、ぶっちゃけちょっと正直ああいうところがあったんで、あながちなんかね、陸あんなやつじゃないとも言い切れないところが、なんか歯がゆいところでは、でも本当に、空のことが大好きだからこそなんかおかしくなっちゃった部分もあるんでね。ということで、今回は、以上となります。次回、いろんなネバーランドとかに行こうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。